どうも、羽島清志郎です。今ね、タイプ限定が50連の石が30個ということで、ひどって思ったんです。なんでかっていうと、ゲームって楽しいのがゲームじゃないですか。だったら、ガチャって楽しいじゃん。引かなきゃダメじゃない？ということで、まあ、引きます。はい、引いちゃいます。これで僕はね、すごい後悔すると思います。はい。まあ赤は出ないんで、まあなんともリアクションしがたいですけど。ああ、まあルフィですね。まあ持ってないです。なんで、でも今頃こいつっていう。怖い、ちょっと怖くなってきたぞ。ちょっと待ってくれ、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 よし。え、ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ。おお、ちょっと待ってくれ、ちょっと待って。ここ、え、待って待って。え、どういうこと？どういうこと？何これ、何これ。ちょっと待って。何これ、何これ。どういうことこれ。何これ。で、え、どういうこと？え？どういうこと？もう最悪だよ。なんだこれ。もうクソゲーでも一生やんねえ、こんなゲーム。なんだこのゲーム。何この沼ガチャ。最悪だマジで。もう皆さん、もしね、タイプ限定ガチャ欲しいなって思ってる人がいたら、絶対引かないでください。大爆死しました。僕はね、新キャラが3体ですけど、まあ4体といえば4体ですよ。全部使えないですね。もう最悪だよ。
ダメだマジで立ち直れないよ。なんでルフィが2体買うんだよ。3体も買うんだよ。泣けてくるわ。うざすぎる。うざい、本当に運営でっちゃいなった。なんでこんな当たんねえんだよ、タイプ限定ガチャ。波が立ったからいいか。波が立ったからいいわ。こんなんありかよ。ガチきちいわ、マジで。マジきちいだわ、本当に。そんな、そんな。やばい、マジやばい。考えられない。俺が必死で集めた。必死で集めた石がゴミになって帰ってきた。引くんじゃなかった。ということで、まあ、泣き真似です。もう本当もう俺もうトリクル大っ嫌い。トリクル大っ嫌い。嘘大好き。もうマジ本当うぜえ。ああ、もうトリクルバッド習慣だ。何これ、ルフィ当たったっていつ使うんだよ、あんなやつ。船長効果さえゴミなのにさ。流行の時に僕になる6体以上袋叩きだ。鼻血出ちゃったし、あちこち痛い。口の中も切れた。本当に最悪だ。べえ。いやもう終わんねえ。もういいです。もうトリックでこういうのがたまにあるから、もうガチャ引きたくなくなるんだよな。もう周回に回しときゃよかったし、もう俺絶対一生ガチャ引かねえ。
タイプ限定なんて一生引かねえよ、バーカ。ほんと死ねえよ、マジで。トリクロンで何なんだよ、トリクル嫌いだわ。こんなんしてくるんだったらもう大嫌いだ、トリクルなんて。本当に本当にだよ。何あのガチャ排出率、屁出たしブーってゴミしか当たんねえじゃん。せめてトレーボルも新トレーボルにしろ。ほんと全部ゴミだよね、マジで。もうゴミ。もう嫌だ。もう嫌だ。もう嫌だ。マジで論外だよ、そんな最悪だよ。ということで、トレジャークルーズこれからやるって方は、ガチャ排出率が2倍と書かれている時のみ、やってください。もしくは課金してください。もう俺もでも金ねえんだよ、課金する金ねえんだよ。ということで、まあね、ソシャゲするときは皆さん課金してください。課金していいやつ当ててくださいということでね、次回のね、動画で会いましょう。では。でもひどいやり方だよね。無課金からさ、30個の石を取ってさ、それであんなクソガチャだよ。詐欺じゃん、そんな。だったら50個払ってまともなの引いた方がいいわ。もうタイプ限定ガチャなんてもう一生やらない。トラウマになった。もう大嫌いな、もう大嫌いだい。課金しなきゃダメか、マジでな。そろそろなんかあれだな、なんか